皆さん、こんにちは、翔です。で、今日がですね、5月の6日なんですけど、昨晩ですね、米国株に関しては高安まちまち。ただし、今日日経平均ですね、500円以上上がってるんですよ。ただし、マザーズですね、中小型株に関しては下落が強かったですし、一部のですね、鉄関連にも売りが出ているような形になりますんで、現状の分析と解説ですね、今後どういった値動きを日本株してくるかっていうテクニカル分析をしていきたいと思ってます。で、僕は2013年に証券会社に入社して、毎年社長賞を取って準 MVP を獲得しています。で、このチャンネルは去年の8月に立ち上げたばかりなんですけど、僕のチャンネルではマーケットニュースであったり、テクニカル分析の実践的な使い方、各国市場の動向、個別銘柄のテクニカル分析、そういった情報を皆さんとシェアしていくので、まだ僕のチャンネル登録してない方がいたら、ぜひともですね、チャンネル登録よろしくお願いします。あとですね、メンバーシップの方でテクニカル分析の勉強会をしています。僕が実践でやってるテクニカル分析のやり方をレクチャーしているので、もしですね、今以上に勝率を上げたいっていう方がいたら、ぜひともですね、参加をご検討いただければと思うんですけど、じゃあまず最初にですね、いつも通り、マーケットの状況から見ていこうと思うんですよ。S&P500、4167、0.07% 上昇。ナスダック、13582、0.37% 下落。ニューヨークダウン、34230ドル、0.29% 上昇。ビックス、19.15、1.69% 下落。日経平均、29331円、1.8% 上昇。上海、3446、0.02% 下落。深圳、14235、1.41% 下落。ユーロストック、4002、1.99% 上昇という形になっています。で、これを見てもらったらわかる通り、昨晩ですね、米国株に関しては高安まちまちで、ニューヨークダウンと S&P500、ここに関しては上がってるんですけど、ただし、ナスダックに関しては若干ですね、下落しているような形になるんですよ。で、市場の不安心が表すビックス指数ですね。恐怖指数に関しては今回ですね、1.7% 相当下がっていますから、また一旦ですね、目先落ち着きを取り戻しているような形ではあるんですけど、ただし、この流れを受けて今日日経平均ですね、500円以上上がって29331円、29000円の節目を突破してきているんですね。で、ここに関しては結構ですね、強い値動きを今日していて、個別銘柄ごとに結構ですね、上下しているような形になるんですけど、ただし今回ですね、上げを主導した銘柄っていうのは景気敏感株になるんですよ。こぞって上げてるんですけど、その反面ですね、鉄関連はちょっと弱かったなっていう印象を受けたので、ここの分析も後ほどですね、していこうと思うんですよ。で、中国マーケットに関しては深圳総合指数ですね、中国版のナスダック、ハイテク株市場が今 1.4% 相当下がっていますから、まあこの値動きがですね、今晩ナスダックにどういった影響を及ぼしてくるかっていうところは心配なんですけど、ただしユーロストック50ですね、欧州の株式市場、昨日時点では急落してたんですけど、そこから大きく値を戻してるんですね。で、ここに関してもマーケットに安心感を与えているような状態になるんで、まあここがですね、今後また上がってくるってなってくると、下落圧力目先はですね、低減してくる可能性一応考えられはするんですよ。じゃあそういった状況を踏まえて今からですね、米国株と日本株市場ですね、そこのチャート分析に移るんですけど、まず見てほしいのがニューヨークダウンですね。ここに関しては下のマック D、青のラインがオレンジライン、これを下から上に突き抜けてゴールデンクロス、上昇トレンドを形成しそうな形で、青のラインがですね、若干オレンジライン接近してきている。で、パラボリックに関しては日足の下方に今回上昇した関係で転倒しているので、ここに関しては上昇トレンドを継続しているんですね。で、現状の日足の位置は、ボリンジャーバンドのプラス2シグマですね。上の青のラインのところまで戻ってきてるんですけど、注目してほしいのが下の RSI ですね。下での抵抗ラインをサポートラインとして、切り上げてきてるんですよ。なので今までの抵抗ラインで一旦上がってきてるような形になるんで、ここに関しては再現性が出てきてるんですね。なので MACD が明確にゴールデンクロスを組んでくると、ニューヨークダウンに関してはさらにですね、上がってくる可能性が目先は考えられる。怪しいチャートパターンは解消されつつあるんですね。じゃあ昨晩ですね、ニューヨークダウンの上下に最も寄与した銘柄、それがどこだったのかっていうのを今から確認していくんですけど、これを見てもらうと上昇強度1位がゴールドマンサックス。ここでニューヨークダウンをだいたい51ドル相当押し上げてるんですよ。その下にキャタピラー、シェプロン、3M、JP モルガンチェスっていう形で続くんですけど、じゃあ逆に下落強度上位、どこだったのかっていうと、下落強度1位がボーイング。ここでニューヨークダウンをだいたい36ドル相当の押し下げようになってしまっている。で、その下にビザ、ウォールドディズニー、セールスフォース、マイクロソフトっていう形で続きまして、なのでこれを見てもらったらわかる通り、今回ですね、上昇に寄与した銘柄っていうのは景気敏感株、特に銀行株の上昇がちょっとですね、目立っているような形になるんですね。逆に下落強度上位銘柄に入っている、マイクロソフトであったり、セールスフォース、ここあたりの下落はまだ落ち着きを取り戻していないので、とりあえずテック関連がですね、弱い相場は米国株市場、まだ続いているような形ではあるんですよ。で、次にですね、見ていくのが S&P500 なんですけど、下の MACD パラボリックですね。ここに関しては下落トレンドを形成していて、日足の位置はボリンジャーバンドの中央線ですね。こ
この赤のラインでなんとか下げ止まっているような形なんですね。さらに RSI の下への抵抗ライン、ここもですね、今明確に RSI 下回ってしまってるんで、ここに関しては目先ですね、チャートパターンが崩れている。なのでさっきのニューヨークダウと比較して、この S&P500 に関してはまだ MACD ですね、鋭角にデッドクロスを組んでるんで、ここに関してはまだですね、下げ止まったチャートパターンを組んではいないんですね。じゃあ S&P500 と関連してセクターベスト落率、ここを確認して今回ですね、上下したセクターがどこだったのか、そこをですね、確認していくんですけど、これを見てもらうと、上昇上位セクターがエネルギーセクター。ここでですね、3.33% 上がってるんですね、強烈に。で、その下にマテリアル、フィナンシャルっていう形で続きまして、じゃあ逆に下落上位セクター、どこだったのかっていうと、下落1位がユーティリティ。ここでですね、1.71% 下がってるんですよ。で、その下にリアルエステート、一般消費財っていう形で続くんですけど、なのでこれを見てもらったらわかる通り、エネルギーセクターであったり、フィナンシャルセクターですね、ここあたりの上昇がまたですね、目についてきているような形になるんですね。特にですね、エネルギーセクターに関しては今回急騰していますから、ここの動向はですね、慎重に見ておく必要があると思うんですよ。日本株の方にもやはりですね、影響を及ぼしてくる可能性が考えられるので、じゃあ現状ですね、エネルギーセクターがどういったチャートパターンを形成しているのか、そこをですね、今から確認していくんですけど、現状ですね、下の MACD に関してはゴールデンクロス、上昇トレンドを鋭角に形成、パラボリックに関しても上昇トレンドを形成している。で、現状ですね、日足の形を見てみると、上昇方向にバンドークを形成しているんですね。なので日柄調整が入るまでは基本ですね、様子見っていう形になるんですけど、さらに RSI の上値の抵抗ライン、ここの黄色のラインも抜けてきているので、ここに関しては今ですね、結構強いトレンドを発生してるんですよ。なので直近つけた高値ラインを抜けてくるかどうか、まあ、そこはですね、慎重に見極めないといけないんですけど、なのでここに関してはもう少しですね、上がってくる可能性は十分考えられるんですね。なので、エネルギー関連の銘柄、そこあたりの動向に関しては今後も注目。じゃあ次にですね、見ていくのが S&P500 のビックス指数、恐怖指数の動向をちょっと確認するんですけど、ここに関してはさっきも言った通り、1.7% 相当下がってるんですね。ただし、マックリー、パラボリックともにですね、まだ上昇トレンドを継続してるんですよ。で、日柄調整がですね、ちょっと続いているような形になるので、MACD が切り下がってきて、パラボリックもですね、下落トレンドを組んでくるかどうかが、今後のですね、ちょっと注目ポイントになるかなっていうふうに思うんですね。これが下落トレンドを取ってくると、米国株の上昇圧力、さらにですね、強まってくる可能性が考えられるので、ここのトレンド転換はしっかりと見ておく必要があるんですよ。まあ、これに関しては以前から皆さんにお伝えしていることではあるんですけどね。じゃあ次にですね、見ていくのがナスダック。ここはどうなのかっていうと、ここに関してはやっぱしまだですね、下がっていて、ここでつけて高値ラインですね。そこを試すような形で今回も下がってるんですよ。で、以前から皆さんにお伝えしていた通り、注目してほしい点が、MACD ですね。今、デッドクロス、下落トレンドを形成しているんですけど、この MACD の下での抵抗ラインを、下回ってくるかどうかっていうところは慎重に見極めてほしいんですよ。まあ、このチャートパターンを見る限りはおそらくですね、下回ってくる可能性が十分ですね、考えられはするんですけど、なのでそうなってくると、ナスダックの下落圧力、まだですね、目先強まってくる可能性は十分考えられるし、一応ですね、ここに窓を開けてるので、そこを埋めるような形で、目先ですね、ちょっと下落する可能性もまだ考えられるかなっていう形なんですね。とりあえず、MACD のトレンドがまだ明確に見えていない。ニューヨークだと全然違うチャートを形成しているので、ここに関してはまだですね、ちょっと下落の注意っていうのは必要かなっていうふうに思うんですよね。ただしアメリカの半導体株指数、即指数に関しては今回はですね、0.6% 相当逆に上がってまして、現状の日足の位置は一目均衡表の上下のライン、この赤のラインを下でのサポートラインとして切り上げてきてるんですよ。で、直近の窓をですね、埋めるような形で今回上昇に転じてるんですけど、ただしここに関しても MACD の下での抵抗ラインですね、この黄色のライン意識っていう展開はまだ変わってはいないので、ここのラインを下回ってくるかどうかで、まだ状況はですね、変わる可能性は一応ありはするんですね。あともしですね、上がってきたとすると、ここでつけた高値ラインですね。そこが目先の抵抗ラインとして意識される可能性が一応考えられるんで、まあ、そこあたりにタッチしたらどうかっていうところは見といてほしいんですよ。もし上がってきた場合ですね。ただしまだ MACD のトレンドは明確に出てないので、ここに関してもまだですね、はっきりと上昇するかどうかっていうのは分析しづらい。で、さらにですね、見ていくのがアメリカの中小型株指数、ラッセル指数ですね。ここに関しても、今回ですね、0.3% 相当、やはり下がってまして、MACD はデッドクロスを形成しているんですよ。で、パラボリックに関しても下落トレンドを形成しているんですけど、で、現状の日足の位置はボリンジャーバンドの中央線ですね。この赤のラインを下回っているので、ボリンジャーバンドに関してはトレンドは弱まっている。で、さらにですね、昨日皆さんにお伝えした通り、日足の下での抵抗ラインですね。この黄色のライン意識という形になるので、
ここのラインで下げ止まってまた上がってくるってなってくると、中古型株数、ラッセル指数はまた上げに転じてくるんですね。そうなってくると、日本の中古型株数の上昇圧力、先ですね、また強まってくる可能性があるので、ここに関してもトレンドの転換は見ておかなければいけない。さらに RSI の下への抵抗ラインですね。ここで下げ止まるかどうかっていうところも非常にポイントになってきますから、そこあたりを見といてほしいんですよ。まあ、とりあえずここに関してもまだですね、下げ止まった兆候は見えてないんですね。もしかしたら、さっきも言った通り、日足と下への抵抗ライン近辺まで下がってくる可能性が、このチャートを見ると考えられるので、まあ、ここに関してももうしばらく時間がかかるかなっていうふうに思うんですよ。じゃあその流れを受けて今日日本株ですね、どういった動きをしたのかっていうところを見ていくんですけど、まず見てほしいのが日経平均ですね。ここに関しては今回急騰してるんですよ。で、下の MACD に関しては青のラインが切り上がってきてゴールデンクロス、上昇トレンド形成間近になってるし、現状の日足の位置は一目均衡表の上下のライン、この緑のラインとボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインのところまで上がってきてるんですね。一目の下限のライン、この赤のラインを超えてきてるんですよ。で、ここに関してはかなりですね、いいチャートパターンをまだ形成してきてるので、まだ日経平均の上昇圧力っていうのは強まってくる可能性は考えられるんですね。MACD がゴールデンクロス形成間近になってますから。で、さらにですね、RSI の上への抵抗ライン。ここのラインもかなりですね、直近意識されているところではあるので、ここのラインを明日以降ですね、抜けてくるかどうかなんですよ。抜けてくると MACD も釣り高してゴールデンクロス、まあ、上昇トレンド形成してくると思うので、そうなってくると一目の上下のライン、抜けてくる可能性が考えられるんですね。じゃあ今回ですね、日経平均の上下に寄与した銘柄、それがですね、どこだったのかっていうところを確認していくんですけど、これを見てもらうと上昇寄与度1位がファーストリテイリング。ここで日経平均を110円相当強烈に押し上げてるんですよ。で、その下にファナック、リクルート、ソフトバンググループ、ダイキン工業っていう形で続くんですけど、じゃあ逆に下落寄与度上位、どこだったのかっていうと、下落寄与度1位がアドバンテスト。ここで日経平均をだいたい11円相当下げている。で、その下にネクソン、ソニー、TDK、M3 っていう形で続くんですけど、これを見てもらったらわかる通り、今回ですね、上昇している銘柄っていうのは、ネガサ株と、あとは景気敏感株ですね。そこあたりが上がってるんですよ。ただその反面ですね、一部のテック銘柄、アドバンテストであったり、ソニー TDK、特にソニーですね、直近急落してからまだその下落が続いているので、ここあたりはですね、まだ怪しい動きをしてるんですね。前から言ってる通り、需給関係、それがですね、ぐちゃぐちゃ今なってるので、まあそれがですね、悪影響を及ぼしてるんですけど、なので現状、日経平均、日本株に関しても、景気敏感株に資金がローテーションしてるんですよ。セクターローテーションが入ってるような形になるので、今後の値動きの中心として、とりあえず景気敏感株を監視しておくっていうことは非常に重要となると思いますから、まあどういった銘柄にですね、今後投資したらいいのかっていうところも慎重に判断する必要があるかなっていうふうに思うんですね。じゃあ次にですね、見ていくのがトピックス。ここはどうなのかっていうと、ここに関しても今回 1.6% 相当上がっていて、さっきの日経平均と同じようなチャートパターンを形成しているんですよ。まあ MACD もゴールデンクロス形成しそうな形で切り上がってきてるし、日足の位置もボリンジャーバンドの中央線ですね。この赤のラインのところまで今日上がったんですけど、そこから下がって、どちらかというとここでつけた安値水準ですね。ここのラインで今日引けていますから、まあここに関しては、ここのラインを突破してボリンジャーバンドの中央線抜けて、一目の上下のライン抜けてくるかどうかなんですけど、目先抵抗ラインがですね、3つありますんで、まあどういう風にですね、ここをこなしてくるかどうかなんですよ。で、現状のトピックスへの指揮の流れ、それをですね、一旦確認してみるんですけど、まず見てほしいのが NT バイアスですね。これが日経平均割ることのトピックス。まあ、それで表されるチャートになるんで、上昇すると日経平均より、逆に下落するとトピックス有利なんですよ。で、ここに関しては今回ですね、0.26% 上がっているので、トピックスよりも日経平均有利にマーケットは動いてるんですね。で、日足の位置も一目の上下のライン、この赤のラインを超えて、パラボリックがちょうど日足の真上ぐらいに点灯してるんで、ここに関しては上昇トレンドを形成しやすくなっている。なので現状ですね、トピックスよりも日経平均有利にマーケットは動いてる節があるので、ここもですね、さらに切り上がってくると、日経平均有利っていうのは強まってくると思うんですよ。さらにここでですね、日足と日足の間に空間、窓がですね、開いているので、窓を埋めしてくる可能性も十分考えられる。あとはボリンジャーバンドのバンド幅ですね、上の青のラインと下の青のライン、ここの間隔が今狭いので、標準偏差、変動率が低いですから、まあ、ここに関してもですね、バンド幅が今後拡大してくるかどうかっていうところには注目しておかなければいけない。じゃあ次にですね、見ていくのが問題のマザーズですね。今回 1.5% 相当また急落しているところなんですけど、現状ですね、MACD に関してはデッドクロス、下落トレンド形成、パラボリックに関しても下落トレンドを形成している。で、現状の日足と位置は、直近つけた日足の下での抵抗ラインですね。この黄色のラインを
終わり値ベースで下回ってきたんですよ。なのでここに関しては直近のチャートパターンを崩してきている。なのでもしかするとここでつけた安値水準ですね、そこに向けてさっき下がってくることももしかしたら考えられるし、ここにですね窓が開いてるのでそこを埋めるような形で下落がですね進んでくることも一応考えられはする。なのでここに関してはまだですね下げ止まった傾向が見て取れない。 RSI のトレンドを見ても下への抵抗ラインを切り下げていますから、なのでここに関しては需給動向ですね、マザーズへの資金の流れ、それをですね正確に見てあげることによっていつのタイミングで上がってくるかどうかっていうのはある程度予測する必要があると思うんですね。なのでいつも通り NM 倍率、日経平均割ることのマザーズ、それで表されるチャートを見ていくんですけど、これはですね上昇すると日経平均有利、逆に下落するとマザーズ有利なんですよ。でここに関してはやっぱし予想通り上がってきていて、 MACD に関してはゴールデンクロス上昇トレンド形成、パラボリックに関しても上昇トレンドを形成しているし、日足の位置は一目の上限のラインですね、この緑のラインを今日終わり値ベースで抜けたんですね。なのでこれはですね上昇すると日経平均有利なんで、マザーズよりも日経平均有利に今マーケットは動いてるんですよ。でさらにですね見ていくのが TM バイブス、これがですねトピックスあることのマザーズ、それで表されるチャートになるんで、上昇するとトピックス有利、逆に下落するとマザーズ有利なんですね。でここに関しても今回強烈に上がって 3% ほど上がってるんですけど、さっきの NM バイルス同様に MACD パラボリックはですね両方とも上昇トレンドを形成していて、一目の上限のライン、この緑のラインを試すような形で今急騰しているんですよ。なのでここに関してもまだですね下げてくるようなチャートパターンを形成しているわけではないので、マザーズよりもトピックスよりにマーケットは動いてるんですね。で、さらにですね、見ていくのが MJ 倍率。これがですね、マザーズを割ることのジャスタック、それで表されるチャートになるんで、上昇するとマザーズより、逆に下落するとジャスタックよりなんですね。で、ここに関しては今回下落して、マザーズよりもジャスタックよりにマーケットは反応してるんですよ。で、MACD、パラボリックともにですね、今この MJ 倍率は下落トレンドを形成してるし、一目の影のラインですね、この緑のラインを割り込んできている。なので、これもですね、マザーズっていうのは不利っていう風に判断することはできるので、なので時給的な動向で言うと今マザーズ非常に弱いんですよ。なのでさっき言った NM 倍率であったり、TM 倍率、MJ 倍率ですね。この3つのトレンドが全てマザーズ有利っていう風に傾いた段階でおそらくマザーズ上がってくる可能性が高いので、ここのトレンド転換はしっかりと明日以降も見ておく必要がある。まあ、ここに関しては僕もですね、動きがあったら皆さんにですね、お伝えするんですけど、ただとりあえずマザーズがですね、まだちょっとまずいチャートを形成しているっていうところは、この前ですね、皆さんに連休中に出した動画で、すでにお伝えしている通りだったので、ここに関しては予想がですね、当たっているような形ではあるんですね。で、今日の僕の行動としては、より月に成り行きで銘柄を仕込んできたんですよ。まあ、ゴールデンウィーク中ですね、ライブ配信で銘柄分析ですね、皆さんと一緒にやってたんで、当てをつけてから今日寄り付きでエントリーしてったんですけど、もちろんですね、投資した銘柄は景気敏感株ですね、そこに投資しました。で、これに関してはですね、僕のツイッターの方で皆さんにですね、アナウンスさせていただいてたんですけど、なので、今日はですね、結構いいトレードが僕はできたんですよ。まあ、うまいタイミングでですね、寄り付き入ることができたなというふうに思ったんですけど、なので僕がですね、どういった行動をしているのかっていうのが、ツイッターであったりとか、あとは夜のライブ配信ですね、毎晩21時からやってるんですけど、そこでですね、皆さんにお伝えしてるんで、そこあたりもですね、よかったら参考にしてもらえたらなというふうに思うんですね。なので、現状のマーケットの状況を見てみると、ニューヨークダウに関しては上がってきそうな感じはする。ただし、S&P500 とナスダック、ここに関しては、まだ下げ止まったチャートパターンが形成されてないんですね。まあ、ナスダックに関してはですね、即時数が上がってきたら、またですね、切り上げてくる可能性はもちろんありはするんで、そこあたりはセットで見ておかなければいけないんですけど、で、日経平均に関しても結構いいチャートパターンを形成してきてはいるんですよ。マーケットの今日の動きを見てみても、景気敏感株中心で上がってきてますから、まあ、この流れですね、もしかしたら当面続く可能性も一応考えられはするんですね。直近ですね、テック関連の銘柄、決算後に急落したりとかする銘柄結構増えてますんで、あとはマザーズ、ここに関してはまだ資金の流れ、需給的な流れがですね、まだ見えてないので、ここの銘柄に投資するときは結構慎重になっててもらった方が今のところいいんじゃないかなっていうふうには思うんですね。まあとりあえずラッセル指数とセットで、まあそこあたりの動向は分析してほしいんですけど、なのでまた動きがあったらすぐに皆さんに YouTube であったり Twitter で情報配信していくので、よかったら僕のチャンネル登録、あと Twitter のフォローよろしくお願いします。皆さん明日もですね、いいトレードしていきましょう。